遅かったな。突然訪ねてきて何なのこの態度。いやいや、相手は子供よ。精神的には私は17プラス9歳。子供相手に怒っていられないわ。支度に手間取り申し訳ございません。カタリナ・クラエスでございます。アラン・スティアートだ。お前に話がある。何でしょうか。メアリ・ハントのことだ。お？彼女は俺の婚約者になった。知っているか。はい、存じております。知っているならみだりに誘惑するな。誘惑って何ですか。しらばっくれる気か。俺が誘ってもお前との約束があるからと断られ、一緒にいる時もお前の話ばかりだ。お前がメアリーを誘惑しているに違いない。ちょっと何それ、言いがかりもいいところだわ。何が言いがかりだ。純粋なメアリーをたぶらかして。そんなわけないでしょ。誘うタイミングが悪いだけだし、あなたの話がつまらないからよ。カタリナ様、本当に魅力ある人から誘われれば女の子はついていくわ。あなたに魅力がないの。魅力がない。ここまで面と向かってバカにされたのは初めてだ。今のはつい。いい覚悟だカタリナ・クラエス。その暴言を俺への挑戦として受け取る。俺と勝負しろ。なぜ木登り対決を。アラン様が勝負の方法は女のお前に決めさせてやるって言うから。得意なことってこれしか思い浮かばなかったんだもの。ですがアラン様は木登りをしたことがなさそうですが。大丈夫よ、バレないよ。お母様を引き止めてくれてるキースのためにもサクッと終わらせるわ。では始めましょうか。先にてっぺんにたどり着いた方が勝ちですよ。ああ、分かっている。それでは位置について用意始め。